はい、戦国武将機構明智光秀公、こちらは丹波亀山城、検証の像ですね。かにも明智光秀公らしいと。私はこっちの方が好きですかね。光秀公の騎馬像っていうのは、ほとんどないと思いますけど、立像とか座像、まあ、材質はともかくですね、木造も非常に多いと。結構検証の像で建てられてますけど、これは後世の像なんですが、木造が多いってことはそれだけですね、まあ、時代にもよりますけども、まあ、非常に崇められた方なんじゃないかなと。この像もですね、像機構の方でも話をしてますが、いかにもその光秀公らしいというかですね、知性教養がすごく感じられる像で、まあ、ここの像からはですね、まあ、本能寺の変って感じはしないんですけど、まあ、もちろん光秀平行といえば本能寺という、お話の方も多いですし、私もしてますけども、やっぱりその前世を敷いたと、その丹波亀、まあ今日、福知山も行きますけども、まあ、庶民からも慕われたと、それは何も武家層だけじゃなくてですね、いろんな仕事の方、商人の方、農家の方、まあ、またお寺関係もすごいこの方不安がいますよね。まあ、不安というかお寺とかそのこの辺はやっぱり信長公と違うところで、神社とか仏閣とか非常に大事にされたと、歴史を重んじる方でしたので、まあ、そういう意味ではですね、非常に優秀な武将であり、そのもちろん戦略的なですね、戦う方の武将として生まれたわけですから、美濃明智家といえば最も著名な一族で、時一族ですからね。その辺はまたそれとして、やっぱりこの像をちょっと見てですね、今日久々に来たんですけども、やっぱりこう光秀公らしさがすごく出てる像なんだなって改めてね、実感しました。大河ドラマね、まだ終わってそんな経ってないんですけども、なんかすごく前のような話になってしまいますけど、まだ1年ちょっと前の話なんですけどね、はい、まあ大河ドラマ全部見ましたけどもね、やっぱり光秀公といったらこういった像ですよね。他にこの辺で例えば桔梗の里とかありますけども、あと他に各お寺にですね、菩提寺も含めて、木像なんかも結構多いですし、あと画像もね、岸和田の方にありますけど、あれ公開するのいけなかったんですよね。一回だけ公開してたんですけどね、また機会があればと思いますけどね。明智光秀公、非常に武将としての力量だけでなくですね、庶民から慕われたと、前世を敷いたんじゃないかと言われていて、その各時代考証の先生方もですね、その辺の評価が、もっと高くということでおっしゃられてますので、私もねその辺もっとドラマなんかでも出るのかなと思ってたんですけど、やっぱりちょっとね大河ドラマはやっぱりドラマですから、その辺はしょうがないですよね。で特に福知山なんか行くとね、光秀公のことを悪く言う方はまずいないですから、丹波亀山もそうですね。はい、明智光秀公でした。